これ気にしね、ほら気にしろって言ってんだよね。で俺は気にしねえんだよって、そういう風にやりたいの。で癖でこうやって持たれると気にしなさいよって思ってんだよね。俺の方がそう気にしちゃってる。ほら気にしちゃった。ここをやっつけたいの。彼はね、彼はだからやっつけたいの。ここやっつけたいの。これ気にしてんだよって。で僕のなんていうのかな、このまんあの自由なのね。自由を尊重してんの。だから自由が第一で、ここ気にしちゃったら不自由になっちゃうの、自分が。だから気にしないの。気にしないでほら自由に足とか手とかね使えるって。そう、腰とか全然だから気にしろって彼は言ってんだから。ここにそれにお付き合いして、こうやって付き合わないの。君が付き合ったらやられちゃうんだから、これ開いてんだから、これ開いてんだね。だから来たんだけど、気にしろって来たんだけど、気にしないでどうぞ、あっちに行きたいんですか、ああどうぞ行ってください、どうぞどうに言ってんの。だから自分が気にしちゃダメなの。あ、お付き合いしちゃダメ。癖でさ、こうやって持たれるとこうほら癖なの、必ず付き合ってきちゃうの。それをやめて自由になる練習なの。自分がこうあのこういう道場だからね、それ自由なの。自由気にしてんだって。ほら気にしてんだよ、全然気にしてねえんだよって。俺は気にしない、相手は気にしてる、気にさせたい、そういう練習なの。だから気にして、こうやって気にしてやっつけに行っちゃったらやられちゃうの。体の方が強いんだ、若いとかね、強いと思ってんので、僕は弱い、だから気にしないで、ほら後ろ入って、後ろ気にしてないの。こういうとこ、その練習だと思ってやってほしいのね。気にしないので自分の姿勢とかまっすぐが大事、一番大事、自由が大事、一番自由なの。ほらここ気にしたら不自由になっちゃうんだよ。だから自由にしないで、こういうところは自由なんだからさ、自由な話も自由だよね、手も自由だよね。で使えるところを使ってんの。手を使えるときは手を使う、腰を使えるときは腰を使う、足を使えるときは足を使う。で自分が安定してるっていうのは第一優先。第一優先。ほら安定してんの、全然手なんかやってないの。そういう話ね。でもう少し、あ、上と下、じゃあ今度やりましょう。上はなんでこうやってやって、あのビデオでも言ったんだけどさ、上はなんでこうやって上やってんだって言ったら、ここに行っちゃうから、みんな。だから上だったら気にしないんだよね、ほら。あ、上っていう意識があると、こう付き合うっていう意識がなくなるから。上やなくちゃって、ほら。全然。ここ付き合ってたらこうなっちゃう、こうなっちゃう。付き合って、でも上やるって、上だ。こういう感じね。で下とか上とかやってる。じゃあ上とか下とか練習だから。じゃあちょっといい？あのその場で、こう彼がいるんだよね、僕がいるんだよね。で合気道やってるから、彼をやっつけたいと思うの。彼が倒した方が勝ちだと思ってんの、みんな。だからこうやってな崩れていってもやっつけていった方が勝ちっていうふうに思ってんので、それはここではそうじゃなくて、気にしないでこういう自分の体を使うことで、彼が自然と倒れた、倒れたら勝ちじゃないんだから。そう、勝ちだと思ってるとなんか倒して終わりっていうふうに思っちゃうの。だからこういう手を通じて、ここに何かうまくテクニックを使ってやっつけてやろうって思うでしょ。そうじゃないの。だから自分がこういうの自由なの。彼が自然と倒れたっていうふうにやりたいの。だから手のどうしろああしろじゃなくて、自分も自由にするの。自由に動くの。こう動くの。動くからこういうふうにしちゃったの。そういうふうにやりたいの。その方が勝ち。勝ち負けではあんまりやりたくないんだけど、そういう自由なの。で彼が勝手に倒れたの。そういうふうにやってほしいんだよね。これやっつけて、こうやってやっつけて倒れたら俺が勝ったよって、力あればできるんだよね。でも力ないんだから。
だから自分が自由な方が勝ち、そういうふうにやってほしいのよ。だからまあそういうつもりでやってくださいってことね。じゃあもう少し、いろんなこと言ってんだけどね、あのちょっと言葉だと伝わらないってんだよね、手を競わないとかいろんなこと言ってんだよ。でその稽古方法として手を使わない、手を使う、こういうとこ置いとくと、で 手で普通がやりたくなっちゃうから、手でこうやってやっつけたくなっちゃう。でもこういう時しょうがないから、こうやってこういう練習方法ね。でこうほら全然関係ない、ここね、手使わない。でこうほら帰ってきたらこう倒したとかさ、僕も下手なんだけどね下手なんだけどさ、こうやって手そうそれでこうで、こう本当上げてこう来るんだよね。でこう隙間持ってるの、隙間こう隙間見てこうか、こう手を使えないとじゃあどうする、手がこうに切れちゃったらどうする、ボカって殴られてやられちゃうの、やられちゃわないの、自分の自由なんだから使えるとこ使うの。こう足使えてたら足使っていいよ、で足手は使えないのね。で体使えるんだったら体使ってもいいよ、で手が使えないの、でもこうなっちゃったの、こうなっちゃった。そしたら彼の資格はどこだ、あここだ、手をそんなに使わないで練習方法もあるの。それは何のためにやってるのって言うと、自由のためにやってるの。手を使ってやりがちだから、相手をやっつけたいから、手を使いたい、だから手を使わないでこうで隙間ね、ずっと入ってくればこう下げていく、相手がこう詰まっちゃって、ああ行き場がなくなっちゃって、もっと入ってこられちゃったからしょうがないから倒れちゃったって、そういうふうにやりたいわけで、あのいろんな方法をまあやってんだけどね、うまくないからみんな伝わんないんだけど、まあそういうことだから、手を使わないで自分が自由ですよ、それから手を使わなくてもいい、それから足を使う、逆に足を使ってこう、そうするといい位置くれば倒れちゃう、そういう感じね。だから自分が倒してんじゃなくて、相手が勝手に倒れちゃったっていう風にやりたい、そういう話。手を使わないんだったらこういう風に上がり下がってくれば、そういう話ね。それでいろいろ方法があるんですよ。いろいろそれあの今いつもやってるのは、こういう腰とか足とか自由に使うことで、こうまっすぐ上げてこういう塩なりの形、合気道の形があるのね。でこれをやっつけに行くのと話は別、やっつけに行こうとすると、この下取ってこぐってこうやって回ってって、うわ、でもそんなことやってたらやられちゃうんだから、彼の方が強いんだからね。だからこうやって入って、入れなかったら、ああこれ閉めて、こうやって入れなかったらしょうがないから、こうやってやるのよ、自由なんだからね。何もこうやってきた、ここの下くぐんなさいってこうやって言ってるわけじゃないの。こう詰まっちゃったんだったら、こうやって全然いいよね。そういう話だからね。たまたま手があるから、たまたま手がこういう形になってきたの、こういう形だから隙間が見えたの、あじゃああっち行ってもいいよ、こっち行ってもいい、こっち回ってきてもいい、どうでもできるの、自由だから。どうでもできるけど、塩投げの形があるからこういう風に入ってきたの、それでさよなら、これでもいいね。こう来てこう待ってれば、これ緩めてこれやめて来ていいよ、それだったら当たんないんだよ、当たんない、もっと腰回ってさ、そういう風に来るのね。いや待ってれば、でも待たないうちに隙間が見えたからこういう風に入っちゃったの。だから彼が勝手にこうやってほらボンボンってできるよって。でこれね、あこうなってんだけどさ、これはこういう風に返ってくるんだね、来たんだったらこう、そういうか話でしょ。だから彼に応じてやってるってこと、彼に応じてほら来てほら、だから技が自然と、自分の自由の追求が相手のいろんな技になってる。こう自由でさよならでもいいんだけど、さよならでもこれでさよならでもいいけど、倒れちゃうから前に出てきた、そういう形ね。
で、小投げの形っていうのがあるから小投げをやりましょうって、こういうね、小投げ、小投げ、そういう感じね、こう、向こう、こう、小投げ、倒そうと思わないで、あの、やった方がいいね、自由の追求のため、あのね、回ろうと思うとね、こうね、こう脇締めてきて、こう回ろうと思ったら姿勢が、自分の姿勢が崩れちゃうの、これ不自由なの、不自由なの、自分の自由な形ってのはどういうのかっての思い出してほしいの。こうまっすぐになってて、こうね、ほらこうで伸びた、伸びて伸ばされちゃった、ころ壊されちゃうの、壊されちゃうから嫌だからって回ってしまうの、そのこう落とした、そういう風にやってほしいのよ。だからこれを脇締められてるのか、無理、これは無理って不自由、自分が不自由だから、自由のためにはまっすぐになって足が自由でも、ただこれだけだよ。だから形にとらわれないでほしいのよ、あんまり、まあ、僕の稽古はね、そういう形にとらわれてる人たちもいるかもしれないけど、僕の稽古は自由の追求やってると思って、だから塩投げやりましょうって言ってるんだけど、塩投げっていうのはすごくその形でいろいろ学びがあるから、そういう形でやってほしいんだけど、崩れてまでもやってほしくないのよ、崩れてまでも。だから僕の時間はね、そういう話。じゃあ少し、もう少し塩投げ来て、彼はこうに、相手が、僕が攻撃者だと思うんでね、そしたら来たら、この手邪魔だなって、こう手出されてるの、手出せ、これ普通の人はこうやってやって持ったら何かやってやろうと思ってるでしょ、しょうがなげ、今のしょうがなげでもいいや、でもあーってやったらこうやって後ろを取ったので、こういうのが一つ、それからこう来たらこっち外に出てここにやってやろうって、そういうの思ってるの、計画してるの、そのために持ってくるの、この手はああいい餌だってこういうふうに持ってきてるの、この手だから、僕がそういうふうに決断をした瞬間に彼は何かやりたいわけ、決断 しちゃって持たれちゃったらもう引っ張り込まれて終わり、次の手準備してるから、こっちの手準備してる、ほら準備してんだよね、もう力が入ったら来ちゃってるって感じで、へそに来てこうに入ってきてとかね、こうやって来てこうやって、ほらもう次の瞬間にやられてるってこと。だから合気道の人たちは、でも初心者からそんなことはできないの、あ、洗脳が、じゃだから、はいどうぞ、はい、やってねって言ってから待ってて、これ今やりたいんだけど、いや待ってんの、受け身の立場だから、そしてその時にこういうふうに資格もらったとかね、そういう自由に動いたとか、そういうふうにやりたいんでしょ。で、話するとすごく長くなっちゃうんだけど、まあ、相手のことを理解するっていうのはすごく大事なので、本当はやりたいのは山々なんだよ、パッとやりたいのは山々なんだけど、受け身だから待っててくれてる、待っててくれ、彼にとっては僕は待っててくれてる人、待っててくれてる人、待ってないんだけど本当は稽古のために待ってるので、そこのところを何かやるの、資格もらったりこうやって当てたり、それが合気道の稽古だから、待ってるのが大事で、このやったらバトルになっちゃうんだから、お互いにね、あの稽古じゃなくてバトルになっちゃう、喧嘩になっちゃう、それは良くないから、だから待ってる、そこをバーンと来て、なんか資格もらってなんかやるって、そういう形でしょ。言葉がばっかりでかくなっちゃった、たくさん喋んなきゃいけないんだけど、まあそういう話なのね、そういうことを理解しといて、そして持ったで次来るのはこれ、足これ来るなってのこう持った瞬間に来るのね、線で取ってから僕が決断して持った瞬間に来るの、こう準備してんので、こう来るのだから、もしくは それで稽古してんだけど、持った瞬間に何か来るんだよね、こう来るんだよね、だからどうすんの、こうやって持った瞬間来るの分かってるの、だからこれを止めなきゃいけないので、線の稽古なんだけど、
こうやってやって待って、うん、まあいいやね、こう取りに来たよね、来たらこの手でこの手を止めたいの、この手でこの殴る、この肘、膝、こう止めたいの。だからこうやって持った時にこうそうすると来ない、来ない、足やって、うわ来ない、足、そうすると隙間が見えるの。それで出てきたらが一挙、お出てきちゃった、そしたら一挙になっちゃったの、なっちゃったの、一挙にしてるんじゃなくてなっちゃったの。こう来て、こう引っ張り込んで、ポカってこの手、膝使いたい。そこを線を外して、持たれて、持たれたら線を外して、こう見てて、来たら止めたい、足止めたい。そしたらここ隙間が見えたので、隙間のとここうやって入ってきちゃったの、こうやってこうやって、でこれが一挙の形だと有理解ね、今回の稽古ね、こう来て、これ次ちょっとやられに来てんな、やっつけに来んの、わーってやっつけに来んの、そういう形でやって難しいんだけどね、わーってこうやろ、それでこう隙間ね、それでこういうふうに出てきた、こう自然と倒れちゃったの、ほら倒れちゃったの、ほら倒れちゃったの、こうね倒れちゃった、そういうふうにやりたいので、これ難しいようだからこういうふうにやりましょう。だから持ちに来たらってこうやばいのね、これが来るから、持たれたら終わりよ、膝だから持たれる前、持ちでやつってこういうふうに、ほらそう隙間が見えるの、それでここに入ってくるんだけど、これだとこう入れないね、だから足をこっちからこっち、こっちからこっちで場所を奪う、そういう形ね、あっとこうだから来たり、本当はまあまあまあ本当はやる気になってきてほしいんだけど、まあそういう形じゃない、そしてこうね入るの、場所を奪うの、そしてこういう形だから一挙形なのね。じゃあこれね、これね、さっき自分が自由になるために足とか手とか自由に使うんだって言ったんですよね。でこれを手をコントロールして、こうやって、あ彼が来るから、こう例えば上からこういうふうに、であのいろいろあのいいの、あの要はこう来ちゃうってことだけが大事、来ちゃうってこと、来ちゃうってこと、気づいてるってこと、気づいてる、こうやって後ろね線外して、この線、蹴りの線とかな、それを外してこういうふうに入ってくれば、こういうリミ投げになったり、この線外して後ろくればリミ投げになるよね、こうね、リミ投げ、リミ投げ、それからこの線外して、この線外して、こう肘がこういうふうに上がってっから、上がってっから、ね、うわーって やだな、これやだなって、頭こうに来て、こう入ってればイルミ投げ、同じイルミ投げなんだけどさ、だいたいこういう、こうそう、こう一挙がこういうイルミ投げ、こう持ち替えてイルミ投げ、この2つできますから、彼のやりやすいように、これ食らわないっていうのが目的、食らっちゃったら何やってもほらほらほら緩んじゃって、食らっちゃったらダメだから、テンションかかってる、人来ないよ、来ても触るだけで、こっちから入りたければ、こっちからこうない、こう相手の場所を奪って、で自分の重心が彼の重心に置き換わっちゃった、ほらほら、そういう感じ、場所を盗むっつってんだけど、こういう位置でこうやって、落ちないんだよ、体の方が力強いんだから、だから僕が自分の重心を使って中に入ってきちゃったの、そしたら行き場がなくなって彼倒れちゃったの、そして行き場がないんだもん彼、だから倒れざるを得ないんだよね、競争してたらやられちゃうんだよ、やられちゃうんだよ、体重使うんだよ、頭使うんだよ、頭ね、そういう感じだから、体重を使って、この線やばい、ここだったらやられちゃうんだよ、いくらこうやってやったってやられちゃう、ほらやられちゃったら終わり、だから線外してるのが大事、
ほら、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 ずっと、ほら、ほら、ほら、体重、体重、体重、この体重使ってんの？ここだったらやられたかきって、すごい力いるんだよ。でも体重使ってんだから関係ないんだ。ただ体重使って歩いてって同じだよな。そういう風にやってほしいのよ。だ、あんまり、時間ね。あのね、もっと稽古しろっていう人いるんだけど、その辺が理解できないと。形ばっかりになっちゃうから、あの文京区愛知会っていうのはどうか知らないけど、あの形も大事、それからその意識も大事、やる人の意識ね。で 形例えばこう一挙やるんだけど、形も大事、形通りやれば多分うまくいくんだよ。でもそれないと遠回りだから、すごく遠回りしちゃうからね。だからこうやばい、こうやばい、だからこうに入ってきた、そういうふうにやりたいわけ。まあいいや、じゃあ今度こういうふうに入りましょうかね。こう入りましょう。でこういうの内側入るのね。内側入るのをここバンって当てみ入れて、普通はね形通りやると当てみ入れて、彼が覗けた、覗けた、そう、覗けたところ、こうやって入るのね。そういう形ね。こう当てに入れて、そう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 。そしたらこう隙間が見えるの。そしたらこう入って、普通はこういうふうに、こういうふうに入ってくるのかな。まあいいけど、僕は下、この下ね、下。そしてこう入って、これ入れないよ、入れないでしょ、これ、ぶつかっちゃうから。で、ここをぬるりんこんってこっちに入るの。足から。そしてで、この手気にしないでこういう風に入ってそういう形で、ボーンってほらこうで、こう入ってくんだけど、ここの時に上体から入んないで下から入んの。下。そうするとこの手が効いてこなくてね、そういい、好きにしていいよ、好きに。そうすると好きにしてほらこういう風にできるの。こう好きに、そしてで、そういう形ね。じゃあ内側から入るのやりましょうね。どうぞ。外に出すんだ。そう、だからこういう風に入ってる、こうね。じゃあそうじゃなくて、彼は来るの、これが優先、これが優先。ここ当たらないところにこうやって入らなきゃいけない。そうすると当たらないの、これほら使えないでしょ。彼の膝と、膝っていうのは蹴りとパンチを殺してんの、これで。ところがここでいくらやっても、わ、来ちゃうんだから、来ちゃうんだから。だからこのパンチと蹴りを外すに、こういうふうにこう来たのに、こう蹴りあるだけで、殴っても殴れないからね。殴れないっていうのは彼の資格もらったから。これ、この資格の中でやってたら違うんだよ。だからこっちの次の手の方が大事なの。この手なんて何も悪さしないの。さあ引っ張り込むだけしかできないの。わあ引っ張り込んでありがとうねって。わあそしたら殴れない。で力、本当に殴りたかったらこれ力抜いて、そうそう、こういうのやってるね。本当に殴りたかったね。こだからこういうふうに引っ張り込まれてくる前に、自分はこういうふうに、ほら、そうそう、で足がなんか四角でしょ。で体振り返ってきた時にもやってたんだ。そういう感じにやりたいの。そうじゃないと技にならないっていうかな。形ばっかり追っかけてるとそういう風になっちゃう。形はいいよ、こうやって。でね、彼はだってこれ使いたいんだ、これ使いたいんだから、こうやって炙ってる間にやられちゃうんだよ。生きてるんだから彼、これで殺してればいいよ、こうやってバーンってやってさ、覗けて、で殺してればいいよ。殺してれば終わり。でもこういう形としてこうやってやって、覗けて振り返って戻ってきた時に、こぐろうとした瞬間にやられちゃう。そうにならないようにしたいの。ということは彼の反撃、攻撃をこういうふうに見てるってこと。そして来ない位置にここに入ってるの。そしたら来ないよね。だから
まあもっと簡単なのをこう落とすだけなんだけどさ、そういう風にやりたいの。これか、まあいい。だからこうなんだ、こうなんだ。だからこうね、こう歩いて、歩いて、で使って、そして抜けてる、抜けてる。だからこう絶対来ないんだ。絶対安心だ。僕は絶対安心の位置でやってんの。不安な位置ではやってないよ。不安な位置でやったら やられちゃうかもしれないか。俺の方が弱いんだから、彼の方が強いんだからね。そういうだから絶対弱いものは絶対安心な位置でやるってこと。それ大事。じゃあもう少しやってみようかね。じゃあ今のやってやりましょう。形とらわれないでね。